さんこんにちは。本日は第16節横浜対バランシアン、この対戦の模様をお届けしてまいります。今前半キックオフです。横浜対バランシアン、どういった立ち上がりになるんでしょうか。来た、シュート、ゴール、横浜早速決めてきます。キックオフのいい流れからこの得点まで結びつけましたね。シュートに持っていくための今のファーストタッチ素晴らしかったですね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことがこのゴールにつながったと思いますね。先制ゴールを決めました。1対0。シャカ、エリゼウ、横浜立ち上がりにゴールを決めて1対0とリードしています。エリゼウ、アブバカル、ルーズボール、コーナーキックへと続きます。このコーナーはどうだ。エリゼウ、ナニエ、ナニ、チャンスだ、ナニのシュート、ルーズになる。守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込むいいプレーでした。奪って引きつけといて、まあ、相手からのミスになりましたけども拾いましたよね。ボールどうだ、ドルーズボール、さあシュート、ゴール決まった。横浜これで2点差。キーパーがファンブルしたボールをゴールに押し込みました。キーパーファンブルを視野に入れたポジショニングセンスが光ったゴールですよね。完全にイメージしていたから今のは落ち着いて流し込みましたよね。着実に得点を重ねていきます。2対0。前半31分が過ぎたところ、横浜2点のリードで優位に試合を運んでいます。ここはクリアでピンチを出します。これはつながりませんでした。前半40分を過ぎました。アブバカル、チャンスだ、シュート、ゴール、試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。相手のマークをうまく外し確実に打ち込んできました。北澤さん、このゴールどうご覧になりますか。そうですね、出し手のイメージ通りの場所にここぞというタイミングでもらいに行く、その動き出し、まさにこのゴールですよね。一見シンプルに見える今のシーンも実はコンマ何秒の正解で飛び出すタイミングを測ってますからね。相手ディフェンダーよりも早く反応してしまったらオフサイドになりますし、この駆け引きこそ最高に難しいですから、見事なゴールですよね。
3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。ここで笛、前半が終わりました。結果前半は3対0。フットボールでは3点差が1つの区切りとなっています。次の1点でその差を縮めるような展開になればドラマも十分にありえます。横浜3点をリードして後半へと続きます。後半スタートです。抜けた、打った、チャンスだ、シュート。きた、シュート、ゴール。横浜さらにさらに点差を離していきます。キーパーとの駆け引き、見事勝利し得た1点です。いや、決めて当たり前なシーンこそプレッシャーは重くのしかかってきますからね。特にこういった1対1のシーンでは瞬時にキーパーの動きを見てコースを決める冷静さが必要ですからね。まあそういったものを背負いつつも、こう確実に決めてくるあたりが素晴らしいですよね。今日2点目のゴールです。圧倒的な強さを見せています。このパスはキーパーへ、裏へ抜けた、とボールは。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。横浜としては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。ゴール、横浜容赦ない一発。フェイントを入れてからシュートという得点でした。相手を揺さぶってできたコースにしっかりと打ってきましたよね。見事なシュートでしたね。ゲームの主導権を完全に手中に収めています。ベララビ、ここで持ちますが周りの味方の選手はまだ上がりきっていません。バランシアン、これはスローイン。さあ共に選手交代があるようです。ナニ、ここはファールです。これはスローインとなります。アブバカル、チャンスだ、ヘッドと外れたところでホイッスル、試合終了。5対0、横浜勝ち点3をものにしました。前半のゴールがそのまま決勝点。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。横浜見事勝ち点3をものにしています。